こんにちは、えー、今回は富士フィルム大好きっていう話をね、えー、したいと思うんですけど、えー、と長年デジタルカメラはキヤノンをずっと使ってたんですけどキヤノンの、えー、EOSKISS デジタル N っていうね、えー、古いやつからずっとキャノンを使っていて去年、えー、もうマウント変更して。 えー、キャノンバイバイして、富、え、士、ー、フ,フィルムにメインは変えたんですけど、えー、っと、ちょっとね、今日まとめてみたいな、なんでこう好きなのかっていうのをね、まとめてみたいなと思っています。まず第一にですね、えー、もうこれ結論、ほぼ結論なんですけど、なぜ富士フ,フィルムがいいかと。えー、もう第一番目は色ですね。色がやっぱりとってもいいなと思います。あのー、なんでしょうね、 フジフィルムの写真の色というかあフジフィルムで撮った写真って、まあ、色がそうだからということで、えー、そうなるのだろうと思ってますけど優しい色合いのものが多いですよね。というかねうんと自然な色味、えーまあもちろんその色っていうのはあのー、あくまでもカメラに映し取られた、ね、セ,ンシャセンサーで、えー、感じ取った色なので。 えー、本当に自然な色かどうかっていうのはまたこれは別問題ですけど、えー、とナチュラルな要はその派手じゃない,い,い、ね、色味がとってもなんていうかフ,ジフィルムの魅力だなと思います,、えーっとですね、例えばそのうん、まあ、最近ね今,今撮っているこの α6400 で撮ってますけど久しぶりにソニーのカメラ、まあ、ソニーのカメラもあのコンパクトカメラでね RX100M3 はずーっと今でも使ってるんですけどえっとねんまあかりやすい例で言うとソニーあのフェイスブックでですね、えー、今フジフィルムのギャラリーとおーアルファのギャラリーとおーおー入ってるんですでアルファはあの海外のおギャラリー、ね、グループもありますのでそちらにも入ってるんですけどうんとね 両方見比べてみると明らかに違うのはアルファの方のグループっていうのはね、えー、結構なんて言うんでしょうコントラストバキバキで、えー、硬い感じのねし,しかもそサイドも若干高めもしくはもう本当に高めで、まあ一言で言うと HDR みたいな写真で、ね、撮っておられるのがとても多いですそういう仕上げにしておられるのは特に多いです、あのー特に 海外の方の、ね、アルファグループはもうそういう写真がどうでしょう3分の1から半分近くそういう仕上げの、ね、いわゆる HDR 風のバキバキのですねハイコントラストのサイドも高めのそういう作品が多いですね。まあ、日本のはねそこまではないんですけど、まあ、どっちらかというとアルファで撮ってる皆さんはあの鳥とか ああいいうのの多いですねアルファのユーザーザさんは、えー、長いレンズで,であの撮り取られてるっていうのが割と多いなと思います。で一方であのフジフィルムの方のグループはですねなんかねもうそのまま撮りましたっていうねそういう写真が多いです。えー、まああのローで撮ってねフォトショップとかで、えー、現像されてるパターンも多いんだろうと思うんですけど やっぱりね、あのー、JPEG のいわゆるフィルムシミュレーションがとっても、あのー、いい塩梅の色を出してくれますのでおそらくですね、JPEG で撮ったものを、まあ、あのフォトショップで少しいじる程度で、えー、作品として仕上げられてるんだろうなという気がします。なのでね、まあ、どちらかというとおそらくですけど、あのー、アルファの方、まあ、ソニーの方の写真はですね まあ、プリントというよりはあのディスプレイで見,見ると綺麗な感じがしますね、えー、PC とか Mac のディスプレイで見るとでフジフィルムってどちらかというと、まあ、PC のディスプレイで見てもいいんでしょうけどおプリントして何か良さが出るようなそんな感じがしますねなので、あのー、ソニーの絵作り、まあ、もちろんそのユーザーさんの思考もあるでしょうしトレンドもあるんでしょうけども あの絵作りと富士フィルムの絵作りとはちょっとあの対比というかねちょっと方向性が違うなという感じがしますしそういった意味でやっぱ富士フィルムの,そのいわゆるジ p e g で撮っているフィルムシミュレーションこれは本当に唯一無二だと思いますね。でフィルムシミュレーションもちょっと感情したことないんですけどかなり最近ね増えてきてまして。 えと私の持っているこのえごめんなさいアルファじゃないですね <laughs> X プロ3えーこれでも結構入ってますでえその前もう一台ねえとこちらが XH1 になるんですけどもえこれでも必要十分入ってますねえーと X プロ3にあって XH1 にないものというと エテルナブリーチバイパスと、あ、これはないですね。エテルナブリーチバイパスはこれにもないですけど、あと、プロネがハイですかね。こっちにあって、こっちにないのは、プロネがハイ。あ、ごめんなさい。こっちにあって、こっちにないのは、えー、クラシックネガですね。こっちクラシックネガっていうのがフィルムシミュレーションあります。こっちじゃないです。えー。でもね、あのー、大体使っているフィルムシミュレーションっていうのは、 うんと一番私は個人的に多いのは最近は、えー、アスティアが多いですね、えー、アスティアちょっとや柔らかい色味のアスティアそれからあとはねどっこいどっこいですけどプロネガハイもしくはクラシックネガですねでお花とか、あのー、風景たまに撮る時はあベルビアにしますね ベルビアモードに、えーであのー、まあ、ね、いずれにしてもねこうやって、えー、昔はあまあ古い方はね、えー、よくご存知でしょうけどあフジフィルムの、ね、出しているうリバーサルフィルムでね、えー、アスティアとかプロ,プロビアとか、えー、いろいろありましたけどそのフィルムをお撮ってる段階であこれ被写体に応じてねあこの時はこう撮ろうとかねこの,この時はこの色味にしよう。 こういうねはな、いわゆる離れ技。まあ今デジタルになって当たり前でしょうけど、えー、フィルム世代からするともう本当に離れ技ができちゃう。で、しかもその仕上げや色味がいいと。で、そのフィルムシミュレーションももういろんな色味があるんですけど、その色味がね、バシッとはまった時にね、ああ、これよかったな、というね、こういう楽しみがあるのはもう富士フィルムのカメラ唯一ですね。はい。 まあもちろんね、あの、ローで撮ってしまって、後でいろいろ自分でね、好みに言動する分にはもう、あの、アルファで撮ろうが、富士フ,フィルムで撮ろうが、X で撮ろうがね、えもうあの同じになってしまいますから、まあそれはそれ,それなんですけど、えー、独特の色味っていう部分では、やっぱり富士フィルムは特徴が、大きく特徴があると思います。あとね、何が好きかってね、まあいつもあの、X プロ o 3ね、これ大好きって言って、 あのご紹介してるんで、えー、ご覧になっていただいている方はもうお分かりでしょうけど、この形がやっぱり、ね、いいんですよね、え形が。XPRO3 もそうですし、えー、XH1。これもね、結構ちょっと形が大きくてあれなんですけど、お好きです。あの特にですね、この軍幹部ですよね、軍幹部、えー、このダイヤルね、ね XT シリーズだったらね、T4 とかだったらもう一つここに。えー ダイヤルはありますけども XH1 は、ね、ここの画,面画面にねえなってますけど、えー、とこのねダイヤルでシャッタースピードだったりとかあ ISO 感度だったり,だだったりとか、ねえー、いろいろもうその場で変えられるとで、ね、あ,らあらかじめ変え,変えておけるっていうのはいいんですねあらかじめダイヤルでもちろんあのキャノンなんかもここのくりくりで前ダイヤルでねあの絞りとか後ろのダイヤルでいろんなものがね、えー 設定が変えられたりするんで同じっちゃ同じなんですけどおあらかじめ、えー、ダイヤルで自分のその ISO 感度だったりとかシャッタースピードだったりとか、えー、露出補正だったりとかができるっていうのもねなんかねまあ我々世代ぐらいになるともしかすると教フィルムカメラの郷愁が残ってるのかもしれませんけど、えー、とってもこの軍幹部好きですね。 デデザイン要はデザイインン要はですねあと XF レンズ今これだいたい XH1 には 1680mm をタイヤつけてるんですけど、えー、と絞りリングがねここに、えー、あります絞りリングこの絞りリングまああのー、ねキャノンなんか他のメーカーでもここでくりくりね、えー、あの絞りとか変更できて、まあ、ここの XH1 もついてますけどだいたい こういうところに窓があって、そんなの最初からここで確認してできるじゃないかというのもあるんですけど、やっぱりんでしょうね、こういう絞りリングがついているっていうのは、昔のカメラはね、こういうスタイルが、要は、オートフォーカスができる前のね、フルマニュアルのカメラなんかは、こういう絞りリングが必ずレンズ側についてましたから、まあ言ってしまえばちょっとこれも教習なのかも分かりませんけど、まあでもこちらの方がね、使い勝手もいいです。 とということで操作性も含めてフジフィルムね色もいいし操作性も結構使いやすいまあこれもねあの場合によってはというか人によってはあのこういうダイヤルよりはあの前こういうねのでファインダーの中とかでえクリクリして設定する方がいいんだっていう方もおられるみたいですからまあ好き好きっちゃ好き好きなんでしょうけどえ私はこういうのがね好きですねこういうダイヤルは、は。い であとやっぱりですねフジフィルムが好きなのはもう持ってないんですけど、えー、APS-C にこだわってる、ねえー、フルサイズ出してないですよねフジフィルムで逆にフジフィルムはフルサイズは出さずに、えー、ラージフォーマットいわゆる中盤、まあ、中盤って言ってもその、えー、昔の、ね、フィルムの中盤よりのようなセンサーちっちゃいですけど、まあ、それでもね、えー、フルサイズいわゆる 35mm 版のフルサイズのセンサーよりも大きなセンサーを積んだ GFX シリーズっていうあっちの方に、ね、飛んじゃってますからね、えー、なんかもうフルサイズに各社ね、えー、こだわってやってますけど、えー、フジフィルムはそちらに見向きもせずに主力は APSC で本当にその超高画素の、えー、写真が撮りたいんだったら GFX 要はね、えー、ラージフォーマットの、えー、カメラを。 使ってくださいみたいなねこのねまた姿勢というか割り切り方というかアプローチがとってもかっこいいなと思いますね。あのまあ、ねもちろん富士フ,フィルムってもともと昔から中盤カメラ作ってましたんでね、えー、64とか66とか、えー、まあ67ぐらいまで作ってましたけど、えー、そういうカメラ作ってましたからあーまあデジタルになってもやっぱラージフォーマットのセンサー積んだあハイ スペックな高画素な、えー、カメラを出すっていうのは、まあ、自然な流れってのは自然な流れですしね、えーまあ、ちょっとねあえてフルサイズ要は3 5ミリ版のセンサーを採用しないっていうのはね、えー、なんか本当に潔いなかっこいいなと。 お思いますね、えー、あのフルサイズが今ねどん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 何んて言うか、うん、フルサイズの方でないとなんでね言う方もおられるし何て言うかそういう,う自由になってますけどあの、ね、フルサイズでなきゃいけない必然性ってそんなないと思います。えーまあ、プロの方はねあのフルサイズにこだわる方、まあ、それなりのポリシーなり今商売としてねやられてますから。 理由があるんんだろううと思うんですけどあのプロのカメラマンでもフジフリムの XT4 とかあのを,をメインに使っている方も結構おられますしねあのフォーマットでね APS-C だからとかフルサイズだからとかあのセンサーのフォーマットで写真が決まるわけではないので、まあ、少しのね一段分ぐらいの、えー、被写界深度の浅さっていうのは。 フルサイズと APS-C で違いますし、まあ、ボケがねそ,れその分フルサイズの方が出るよというのはそれはその通りなんですけどじゃあボケたからいい写真なのかってこれもまた違う話でそういった意味からしても、あのー、むしろボケ身というかボケのその量よりも色味の方が写真要は1枚の作品として見た時のファクターとしては色味の方が完全にやっぱり上だと思いますし、まあ、上というか重要だと思いますしその意味からしてもね フ,ジフィルムはおすすめだなと思ってますし、えー、相当気に入ってます、まああのー、どうもねあのキヤノンとかニコンとか、まあ、ソニーとかオリンパスとかからするとなんか富士フィルムっていうとなんとなくこう泥臭いというか「ん?」って思われる向きも多いみたいで多分ですねチェキとか今で言うとね、えー、昔に言うと映るんですとか <laughs> そういう、あのー、イメージ富士フ,フィルムにはありますんで。 えー、若干そのチープというかハイクオリティーではない、ね、そういうものがあるんじゃないかっていうイメージがつきまとっているのかなという気はしますけどところがこかね昔から、あのー、写真やってる人は分かると思うんですけどフジフィルムのカメラってねずっといいカメラ出してますし特にレンズなんかもね昔から、あのー、いいレンズ出しますし今の,の XF レンズまあ本数は例えばその。 アルファのね E マウントに比べてももちろんそのキャノンの昔の EF マウント今マウントね変えていって RF マウントになってどん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 新しくしてるんでしょうけどに比べればやっぱレムズの本数は少ないですえ少ないですけど必要最低限というか必要なラインナップは揃ってますし写りもね、えー、全然いいですし、まあ、ちょっと今つけ,つけてませんけど、えー XF の 35mmF1.4 なんてとってもあの今でもねあれはもう本当以前もお話したように XF レンズで一番最初に出たぐらいの、えー、単焦点レンズですけど今でもものすごく国内外問わず人気のレンズですし今ねこれつけてる私のお気に入りの、えー、XF18mmF2.8 これもね、えー、ほぼ 35mm と同じぐらいの ファーストジェネレーションのレンズですけどとっても使い勝手がよくてね、えー、あのコンパクトですしねでコンパクトっていうのはレンズがコンパクトっていうのはやっぱり APS-C だからこそなんですよねどうしてもそのフルサイズになっちゃうとおレンズも大きくなって重くなってしまいますそういう意味からすると、まあ、APS-C にこだわって、えー、小型軽量そしてエクストランスシーモのセンサーでえー いい色合いの写真を撮ることができる。まあ、これがね、えー、なんていうか。富士フィルムのおそらく思想として、カメラ作りの思想として、えー、一連の製品合意になっているんだろうなと思ってます。えー、とそういう意味では、まあ、ソニーもね。今こうア、アルファアルファ六千四百も、実は富士フィルムの XS 1 0トを自分の中でこう競り合ってね。アルファ六千四百になっちゃったんですが。 ただやっぱりアルファまあソニーはねどうしてもやっぱりミラーレスのフルサイズに注力してますし APS-C はまあちょっとね若干手抜きやねえのっていう感じでねあのもうちょっと APS-C 力入れてもいいのかなと思うんですけどいいカメラはねこうやって出してるんですからもうちょっとねバリエーションなりあのレンズなんかも含めて、えー、力入れてほしいなと思うんですけどまあ あのメーカーによってそれぞれのね戦略もあるし、まああのー、理想もあれば当然商売としての採、ね、算もありますからそれぞれのアプローチがあっても、まあ、それはそれでいいんですが使ってる方からすると、えーまあ、少なくともやっぱフジフィルムとっても、あのー、スタンスもおいいですし、えー、カメラとしてのね、えー、一つのプロダクツとして見た時のカメラもとってもあのお気に入りです。 えー、ちょっと最近ねアルファ6400の方に今写真もね若干あの軸足というか出動回数も多かったんですけどやっぱ落ち着いてね考えてみればねアルファで 7CE などかね、えー、あのアルファ1なんて発表になりましたしあんなの買えないですけどね100万近くするようなカメラで到底買えませんし、まあ、欲しいともあんまり思わないですけどよりは。 よくよく冷静になってみるとやっぱり富士フィルムの絵っていうのは、えー、何者にも変え難いかなと思ってます。はいまあ、そんなわけで、えー、これをご覧になっていただいている富士フィルムファンの皆様にもそうだよねって思っていただける点がいくつかあったかなと思いますけど、えー、引き続きですね富士フ,フィルムで楽しく飛んでいきたいなと思ってますしもし富士フィルムにご興味のある方なんかは私がやめちゃいましたけど XS10 なんかは えー、かなりあのセンサーもね XT4 と同じセンサー使ってますし、い操作性はねあのこういう風な、えー、ダイヤル式じゃなくって、えー、いわゆるキヤノンとかニコンとかソニーとかに,に通ったような操作性ですから使いやすいかもしれません。x ンセプトなんか小型軽量でね、えー、おすすめではないかなと思いますんで、えー、一度ねあのー、どうか店頭で。 えー、お手に取って、えー、ご覧になってみるのもいいかなと思います。フジフィルムはま正直いい最高です。はいということで今回はこの辺でフジフィルム大好き。